大隅半島大隅半島の位置大隅半島のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。サタミは九州島の最南端でもある。大隅半島は日本列島の九州南部に位置する半島。鹿児島湾の東岸にあり、西岸には薩摩半島がある。両半島に挟まれた桜島とは1914年の桜島大正大噴火で陸続きとなった。 内野浦宇宙空間観測所大隅地方は行政区域としては鹿児島県の内総地区と肝付地区の4市5町を指すのが一般的であるが地形的にはその内総市の一部が除かれ反対に霧島市の一部が半島に属するものとされるまた半島振興法の指定を受けている大隅地域としては大隅地方の他に 桜島全域と宮崎県の一部も属する。大隅を大熊と表記するケースが多々見られるが、この表記は誤りである。ただし、熊に隅という読みは存在する。半島の東部に位置する肝木付木町には、ロケット発射場である、内野浦宇宙空間観測所が所在している。1970年には、日本初の人工衛星、大隅を搭載した。 L-4S ロケット5号機が打ち上げられた。半島振興法の指定を受けている地域の面積は2540.96平方キロメートル。総面積の64%が森林で占められている。薩摩半島とともに鹿児島湾を囲み、東岸は太平洋に面する。南端は、佐田岬で国際海峡の大隅海峡を挟んで、大隅諸島と対峙する。 西岸には桜島が陸続きとなっている。また、東岸には内野浦湾、渋市湾といった入り江がある。高沿山地が半島の北西を、肝月山地が半島の南東を、和ニツ山地が半島の北東をそれぞれ走る。中央部には肝月川の中石平野と白洲台地の笠野原台地を中心とする肝月平野や鹿野ヤ丘陵といった低地が広がり、 地形的には北に隣接する都の常盆地と連続している。半島振興法の指定を受けている地域の人口は286,972人。1955年の466,128人から38.4%の減少となり、2015年、衆議院小選挙区では、霧島市、熊毛地区とともに、鹿児島県第四区を構成する。 鹿児島県議会の選挙区では、鹿屋市、垂水市、宋市、渋市、郡、木肝木郡の4つに分かれている。農業、特に畜産が盛ん。大隅半島に隣接する宮崎県都の城市と共に日本国内の代表的な生産拠点の一つとして機能している。商業は鹿屋市を中心とするが、鹿児島都市圏や都の城都市圏への流出も見られる。 半島進行法における大隅地域の範囲。1987年3月までのターミナル駅であった渋谷駅、渋谷駅から JR 日南線が宮崎市方面へつながり、また、そうした部町内を JR 日報本,本線が通過するが、大隅半島全体においてはそのほとんどが鉄道空白域となっている。ただし、鹿野市からは新幹線も寄り駅となる。 鹿児島中央駅への直行バスが運行されている。1987年3月までは、渋谷駅から大隅半島を横断し、鹿児島湾沿いを北上する国鉄大隅線、渋谷駅から都の上方面へ向かう国鉄渋谷線があった。このうち、大隅線の釧路駅から古古江駅間は1935年まで、私鉄の大隅鉄道であった。 三州自動車の一般路線バス、鹿児島県内は岩崎グループの三州自動車が各地に路線を開設しているが、2006年11月の不採算路線の大幅廃止などで縮小傾向にある。拠点となるのは、鹿屋市街地の鹿屋停留所。鹿屋からは、鹿児島空港、鹿児島中央駅行きの直行バスが運行されている。なお、桜島は、 鹿児島市交通局の路線も開設されている。宮崎県内は宮崎交通が路線を開設しているが、鹿児島県内同様に路線は縮小傾向にあり、福島市内においてはコミュニティバス、余可バスに転換されている。渋志港貨物運搬は中核国際港湾である渋志港が旅客運搬は渋志港と垂水港、桜島港が中心となる。 フェリー町距離路線として、渋士港から大阪方面へ、フェリーサンフラワーが運行している。また、県庁所在地である鹿児島市へは、陸路では大回りとなることから、鴨池、垂水フェリーが垂水港から、桜島フェリーが桜島港からそれぞれ運行している。また、南大隅町のねじめ港と伊吹市の山川港を結ぶ路線も運行されている。 国道220号、鹿野バイパス高速道路は、東九州自動車道と都の城渋市道路が一部、開通している。東九州道は、愛良市の加じ木ジャンクションから、鹿野市のかの薬師ら JCT まで開通しており、かの薬師ら JCT から、渋市 IC までは、新直轄方式で建設中である。大隅半島内の末吉宝部インターチェンジ以南は、 無料で通行可能である。東九州道の鹿野釧路 JCT からは、大隅立館道が南下しており、鹿野市街の傘の原 IC まで開通している。都の城渋市道路は、末吉インターチェンジ有明北インターチェンジ間が開通済みである。一般国道は、渋市市から大隅半島を横断し、鹿児島湾沿いを北上する国道220号、南大隅町から、 鹿屋市を経由し、都の城市へ北上する国道269号、近郊町を横断し、渋ぶ湾沿岸を周回する国道448号、鹿屋市鹿児島空港間を最短距離で結ぶ国道504号の4本がある。この内国が管理する国道は国道220号のみである。この他に、桜島の南側を通る国道224号、 総市を通過する国道10号がある。その他の主な道路には、鹿屋市以南を縦断する主要地方道鹿屋やあいら田線、佐タ岬に至る佐タ岬ロードパークがある。大隅半島を対象とする新聞に、南九州新聞、ラジオ局に大隅、半島コミュニティ放送ネットワークがある。県域規模で展開しているマスメディアについては、鹿児島県マスメディア、または、 宮崎県マスメディアを参照。地上波放送については、宮崎県側で、鹿児島県側の放送を、あるいは、鹿児島県側で、宮崎県側の放送も視聴、聴取できる地域が少なくない。特に、宮崎県側のラジオ放送は、鹿児島県側全域を公式にカバーしている。ありがとうございます。